皆さんこんにちは、梅田信之と申します。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はですね、FOG エッセンシャルズか、街でね歩いてるとよく見かけると思うんですが、シルエットが素晴らしいんですね。このパーカーを、まあなんていうか僕なりの提案なんですが、ユニクロの、スウェットプルパーカーかな、スウェットプルパーカー、こいつを使ってですね、似たようなシルエットで決めてみたいと思います。お時間ある方、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、サクサクっとね行きたいと思うんですが、もう今着ちゃってるんですが、これが先ほど言ったエッセンシャルズ、まあ、いわゆるストリートブランドなんですけど、ちょっとこうラグジュアリーな、お値段もね、まあ、それなりのお値段するんですが、海外セレブ、いわゆる海外セレブと言われる人たち、例えばジャスティン・ビーバーだったりとかが、愛用していることで有名なブランドになります。かっこいいですよね。まあ、このロゴがやっぱポイントになります。このロゴを身につけたいから買う方が多いんだと思うんですね。あと、まあそのシルエット、この肩からこの脇の下にかけてがすごく幅がしっかり取られていて、まあオーバーサイズの、まあ、肩の位置がここですから、肩がここです。かなりのドロップショルダーですよね。なんとなく緩く着てるんだけど、なんかちょっと下品にならない感じの絶妙なシルエットなんですよね。エッセンシャルズ、もう店頭に並んでもすぐ売れちゃったりとか、まあ、そういう状態で、ネットで買っても予約っていう感じで、頼んでもすぐに来なかったりとかっていうことが起こってるんですが、これをですね、まあこれを、まあこれが買える方、まあこれを買う方はこれ買ったら全然いいと思うんですけど、まあ、この感じで風合いをユニクロで出せないかなということで僕なりの提案となります。まあ、ちょっと後ほど両方ともね着用動画を見てもらうんですが、ちょっとユニクロの方に着替えてみたいと思います。すいません、着替えました。色がですね黒じゃないんです。すいません、ごめんなさい、黒じゃないんですが、このユニクロのねこのナチュラル、これナチュラルって色味なんですけど、すごく綺麗なんですよね。フードの立ちもめちゃくちゃいいし、ふんわり柔らかい感じ。これ実は僕の、ジャストサイズで言うと、おそらく L サイズがちょうどジャストで着れるサイズなんですが、WXL 2XL ですね、 L サイズの2サイズ上です。2サイズ上になるんで当然大きいんですが、どうですか、先ほどのエッセンシャルズと比べて似てませんか。なんとなくこの感じ、ここもしっかりこう余るんですよね、ダボダボっと。かなりゆったり、脇の部分もたっぷり。このシルエットがですね、非常にさっきのエッセンシャルズと近いものがありました。肩の位置もこの辺なんで、もうかなりドロップショルダーっていう感じで、非常にね同じようなシルエットを楽しめるので、こちらが金額がちょっと、いくらだったかな、金額が2900円ぐらいですか。めちゃくちゃ安いんですよね。で、あともう一つ、ユニクロのパーカーですね、すごいことが1個あるんですけど、ここのフードのこの中の部分なんですけど、中だけ素材がね違うんですよ。パーカーっていうのはフードがですね、ここが綺麗に立った方がかっこいいじゃないですか。ここが立つとここ側に見えますよっていう効果があるんですが、ここを立たせるためには
生地を厚くしなきゃいけないんですよ。こう分厚くしないと綺麗に立ってくれないんで、このパーカーも当然この生地は厚くしているんですけど、このフードの内側だけ素材をちょっと変えてるんですね。表と裏とで生地を変えることで中のこう乾きをですね早くしてるんですね。洗濯してありませんか、フードの中だけ濡れて乾いてないっていうこと経験あると思うんですけど、中だけ乾きやすい素材にわざわざ変えてるんですね、2枚仕立てにして。それを聞いた時に、あ、素晴らしいなと僕は思ったんですね。で確かに中だけ、ね、べちゃべちゃっていうことはないんですよね。やっぱり同じスピードで乾いてくれる、そこをね、なんていうんですか、売り出し文句にせずに、いやそれは当たり前ですっていうふうに、その姿勢がちょっと痺れました。はい、ニュースでやってましたけど、ザラを抜いて、何ですか、10兆円ですか、超えたんですかね、世界一のアパレル企業というふうにユニクロはねなったそうで、素材に関しても、まあ、着心地はもちろんですが、全てにおいて、信頼度はね非常に高いんだなってことを改めて再認識いたしました。はい、いかがでしたでしょうか。パーカー、これからね、真夏以外はガンガン使えると思うんで、春先とかもね、中タンクトップとか T シャツ1枚着てパーカー、フーディーっていうんですかね、パーカーかなりね今から使えるシーズンが来ると思うので、先ほどのこちらのですね、やっぱ正直かっこいいんですよ。エッセンシャルです。まだまだ全然何着も欲しいぐらいの。かっこいいんですよね。絶妙なシルエットなんですよ。着ると分かるんですけど、こういうね細かいところも、こういうディティールもね素晴らしいと思うんですよ。まあ買える人は買ってください。ぜひ一度着てください。めちゃめちゃいいですから。と、まあユニクロなんですけど、まあこういう着こなしもできますよってことですよね。まあフードのことに関してもそうなんですけど、かなりレベルが高いところで開発なんかもねされてるんだろうなっていうのは分かるので、ユニクロのねパーカーもぜひね一度サイズを、もう2つ上げるぐらいの感じで試しにやってみてください。もしうまくいかなかったら僕は全部責任取ります。これ大丈夫かなぐらいでちょうどいいです。この緩み、このルーズ感、ちょっと試しにやってみてください。ぜひきっとおしゃれに着こなせるんじゃないかなと思います。あとはそうですね、こういう小物なんかももちろん効いてくるとは思うんですが、足元でちょっとバランスを取ったりだとか、まあいろいろねやってみてくださいですね。まだユニクロ1年生なもんで、今までがどうだったか知らないんですけど、ユニクロのパーカーめちゃめちゃレベル高いと思います。こんな値段でこんだけねフードが綺麗に立って、なかなかないと思います。本当にすごいと思います。他のね、まあ、こういうエッセンシャルってこういうメーカーだとやっぱり値段を出した分だけどねことはあるんですが、3000円ぐらいでこんだけ楽しめたらもう十分だと思うんで、
男女ね問わずね、年齢も問わずちょっと一回着てみてください。サイズを上げてぜひよろしくお願いします。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。もし今回の動画良かったという方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。